かわいい。あらららららら。あららら。かっこいい。めっちゃかっこいい。すごいな。めちゃくちゃ似合うじゃん。かわいい。はい、というわけでここから参加してくれるのはさくらちゃんとむめいちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかあれやわ、見覚えあるこの衣装。すごい、はい、来ちゃいました。めっちゃかわいい、うん、めちゃくちゃよう似合ってます。今回2人が着てくれてるこの衣装は、うん、作品の中でメインの2人が着ている学園のその制服になります。かわいい。で今回は特別にお借りしてきました。でさくらちゃんが着てるのがスレッタ・マーキュリーの制服、はい、でむめいちゃんが着てるのがミオリネ・レン・ブランの制服になります、うん。特別な衣装着てみてどうですか？そうですね、なんかめちゃくちゃ強いので、なんか普通の私服を着てる時よりなんか歩く時にちょっと強くなった気分でちょっとどやれましたね。歩く時にちょっとなんかちょっとどや顔で歩けたぐらい本当に嬉しくて、はいはい、なんかすごい新鮮な気持ちになりました。はい、そうですね、なんか一応これ婚約者なんですよ、これ。ちなみにめっちゃいい、ほんまに見てほしい。超素敵。はい、というわけでなんとこの衣装、うん、実際に発売されるそうですよ。あら、どうですか？すごくない？衣装すごい、このまま、そうそう、着てるまま、はい、コスパポータルサイト、コスパオフィシャルショップにて2023年6月上旬に発売予定で、現在予約も受付中ということなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。なんかちょっと噂によるとむめいちゃん、そのガンダムのプラモデル、ガンプラ、そうなんですよ、なんか好きって聞いたんですけど、めっちゃ好きで、そうなんか小学校の頃、うん、誕生日にガンプラ、なんかサザビーっていうガンダムの、GM を組み立てて誕生日に、はいはい、もう幸せです。多分それに翼があーって感じの俺もガンプラめっちゃ好きなんですよ。ニッパーでこうやってプチプチってやるのがね、めっちゃいいですよね。めっちゃいい。それでは本日ステージに登場してくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。